大沼周辺拡大図赤城大沼の夏と冬。写真右の山が地蔵岳、左は小地蔵大沼は、群馬県の赤城山の山頂カルデラにある河口原湖で、赤城山のカルデラ湖としては、最大のもの。水系としては、利根川に属し、湖水は、北西の河口瀬から沼岡川として流出、赤城山の再六を流れ下って、直接、利根川に注ぐ。 半島部の小鳥ヶ島には赤城神社が鎮座する。当期の若杉釣りやスキースケート地として知られ、1970年代には関東地方のスキー場として多くのレチャー客を集めた。大沼周辺外略像沼の正しい読み方は、おの、小沼は、このであるとされている。しかし近年は、お沼、小沼の読み方をする者が増えている。赤城湖という異常もある。 古い呼び名としては、石垣沼、葛ず箱といったものもある。赤城大沼は、赤城山の山頂カルデラ内にあり、周囲を赤城山の中央下口級である地蔵岳や外林山の黒部山に囲まれている。山頂カルデラの大きさは、南北約4キロメートル、東西約2 3キロメートル。湖面の標高は1 3 1 0トないし1 3 4 5ル。 成因として、加工原子である。形状は、長い曲が玉状、楕円形とされている。湖の東岸には、小鳥が、島と呼ばれる、半島状の岬があり、島全域を死に行とする赤木神社が鎮座する。周囲は、約4.0キロメートル。面積は0.8内いし0.9平方キロメートル。赤木山山頂カルデラの湖の中では、最も大きい。 水深は最深部で16.5メートル。小鳥ヶ島の周辺は最も浅く水深0.2メートル。透明度は4メートル程度。夏季には表層の水温は摂氏22度から25度、底部で5度。冬季は12月下旬頃から4月上旬まで結氷し、氷の厚さは40センチメートル以上、年によっては50センチ以上に達する。現には 氷が昼夜に伸縮して湖面に小規模なお上渡しができる。大沼は南北方向に長いため、氷の伸縮によって生じるお上渡しは東西方向に発達し、高さ20センチメートルほどとなる。流入河川は佐藤島園から来る。佐藤三川のほかは消河川のみで、湖水の水源のほとんどは雨水と固定の湧水である。 そのために季節による水位の変動は少ない。湖水は、大沼の北西端である、沼尻で、カルデラの外輪を破って加工税を作り、沼尾川として西方へ流出している。沼尾川は、旧若木村を貫流して、筑田で利根川に注いでいる。東南岸の大洞地区には、土産物店や旅館などが集まり、観光の拠点となっている。地蔵岳山麓には、 スキー場が整備されている。北岸の沼尻地区には、企業、学校の寮や、構成施設、山荘が散在する。3万2000年前頃の赤城山山頂付近、赤城山は、約50万年前から約40万年前に、柏崎千葉構造線で始まった、火山活動で、数万年かけて、標高2500メートルほどの清掃火山へと、成長した。 その後、約20万年前の大爆発と山体崩壊、その後の旧式を挟んで、15万年前に再び火山活動を活発化させ、現在の赤城山外林山の最高峰である黒部山と駒ヶ岳などを形成。ついで12万年前に、西方で大爆発と陥没が起き、深山カルデラができた。今の赤城山の山頂カルデラの生成が始まったのは、 約4万5千年前と推定されている。この時は山頂で起きた噴火によって膨大な量の噴出物を関東一円に堆積させ、軽石は栃木県鹿沼市付近で鹿沼戸となり、火山灰は関東ローム層を形成した。この噴火によって山頂部は陥没してカルデラとなり、現在の外林山とカルデラの原型ができた。ここにできたカルデラ湖は、 現在の大沼の7倍ほどの大きさがあり、現存する湖の母体となった。約3万2000年前頃から、この山頂カルデラ内で新たな火山活動が始まった。これにより、地蔵岳、三原市山、長七郎山などの中央河口級が出現し、山頂カルデラにあった湖が分断され、大小二つの湖となった。この内北側は、 現在の大沼と里島淵や現在の坂平片面にあった入江を合わせた広がりを持ち、高大沼と呼ばれている。高大沼は現在の里島淵の東側に河口瀬があり、落差200メートルの滝を作って渡瀬川方面へ流出していた。南側の湖はおとぎの森湖と呼ばれている。この湖は今の大沼と同じように霞川から南斜面へ流出していた。 その後、小大沼の西側の入り江は土砂の流入で埋め立てられた。また、外林山の侵食によって西側に新たな加工税ができて沼岡として湖水が流出し、現在のように里島園と大沼に分断された。一方、南にあった乙木の森湖は埋め立てられて消失した。その後、2万7千年前に新たな加工が出現し、これが 直径約 1km の加工庫となった。これが現在のオヌマである。オヌマはその後に侵食によって湖水がガラン沢へ流出し、今は直径3 0 0メートルほどに縮小している。これらよりさらに後に小規模な噴火があり、血の池という小さな加工庫も生まれた。湖岸の植生赤木山では標高1 0 0 0メートル以上の地域では水ならが代表的である。 ただし、山頂付近では、核戦石安山岩が風化した、酸性土壌のため、水ならが成長できず、白樺の順輪が形成されている。大沼の周囲では、新葉樹の枯滅がが見られる。これは、大沼が数千年前まで今よりも大きく、湖面が高かった頃に形成された、固定堆積物の土壌に生育しているもので、現在の湖面から、 おおむね30メートル高い位置まで分布している。これは、水ならばやしに遷移する途中の段階の植生である。大沼の南東に位置する、里島縁の周辺は、水苔や猛仙苔日光木杉などを中心とした湿原になっている。湿原の北側には、泥炭が2メートルから3メートルの層を形成しており、高層湿原へと遷移する途上にある。 かつて湖の一部だった新坂平は標高が1400メートルから1480メートルに一致している。ここは開拓されて乳牛を飼育する牧場となった。この一帯には連月辻が生育している。毒性がある連月辻を父牛は食べないので結果として連月辻だけが牧場の敷地内に群落状に残ることになり、これが 春の名物になっている。貝類ではマルタニシ、丸谷市、魚類では若サギ、ヘラブナ、コイ、ウグイ、ギンブナ、モツゴ、ドジョウなどが分布している。ウグイは、繁殖期に、サトシミツカワを遡上する。両生類では、ヒキガエル、ヤマアカガエル、ツチガエルが生息。鳥類では、コガモがつがいを作る。サトシミツカワでは、ナミウズムシ、上流にあたるサトシマンブイチには、 豆しじみが生息。観光客の増加に伴って水質の劣化が見られ、宿泊施設からの排水の流入の影響が大きい。栄養使用に基づく分類では中栄養庫から不栄養庫へ背にした。赤大沼は群馬県によって環境基準の類型が指定が行われている。これは利水を行う水域について科学的酸素要求量に基づく分類を行ったもので、 水質環境基準累計は1973年に故障 A を5年以内で下級的速やかに達成すべきものと指定を受けた。その後、1986年に累計2を5年以内で下級的速やかに達成すべきとされた。2014年の調査でも環境基準を達成していない。なお、群馬県で指定を受けている故障は12水域あり。 環境基準を達成していないのは自然故障である赤城大沼と大瀬沼の2カ所となっている。水生生物保全水質環境基準としては2010年に故障生物 A を直ちに達成となった。2011年には東日本大震災に伴う原発事故の影響で赤城大沼で釣り上げた若杉から放射性セシウムを検出、釣りは可能だが持ち出しは 自粛となり、事実上の禁令となった。その後、世襲無料が安定的に基準値を下回るようになり、2015年に解禁となった。氷結した赤城大沼と地蔵竹小鳥が島の赤城神社境内へと渡る倉橋赤城神社、赤城神社の旧仙地の弁天宮赤城大沼と、中禅寺湖赤城山の神と日光の神が、 赤城沼や中禅寺湖をめぐって争ったとする伝承がある。この伝承には様々な亜種があり、北関東地方の各地にこれにまつわる伝承の地がある。両神はかねてから仲が悪く武力をもって衝突したり、ムカデやオロチに決心して戦ったりした。戦場が原がその戦地であるといった伝承や、坂の上の田村マロや鹿島神、 猿丸ルルが火星したというエピソードもあるが、大筋では赤城山の神が破れるものが多い。これらの伝承は、古代における神付の国像と下付の国像との領地争いや、利水圏をめぐる争いを反映したものであるとみなすものもある。赤城姫の伝承、新東州には赤城大沼と春名湖をめぐる伝承が採付されている。上野国に、 高野部家なりという苦行が配慮された。鷹の変大将には美しい娘が三人いて、それぞれ、淵の姫、赤木姫、イカホ姫と言った。娘たちの母はやがて亡くなり、鷹の変大将は、品の国からの地沿いを迎えた。その後、鷹の変大将は罪を免じられて、上野国国士に任じられ、娘たちをママ母に委ねて出資した。 ところがこのまま母は三人の娘をうんじ、弟のさらしな二郎金光に命じ、三人の娘を殺害させた。長女の淵な姫が、根川に沈められて殺されると、次女の赤木姫は、赤木山へ、末娘の伊香ホ姫は、春名山へ逃げた。赤木姫は、赤木大沼の竜人によって、赤木明神に転生し、伊香ホ姫は、春名湖の竜人によって、 春る明人となった。三人の娘には都に出資していた実弟がおり、事態を知って、上野へ引き返すと、さらしな二郎金光を撃ち、ママ母を捕らえて、シナノに追放した。ママ母は、その後カムリキヤまで死んだという。この弟は、赤城大沼のあぜで、神となった、淵名な姫と赤城姫に再会を果たした。この時、淵名な姫を乗せていた死には、 大沼に降り立って小鳥ヶ島へ姿を変えたという。弟は、その後、岩を結んで山中屋に渡り姉を祀った。その地を、三代沢と称したという。小鳥ヶ島の赤城神社平安時代に成立した、縁起式神明朝には、上野国の名神大社として、赤城神社が記載されている。赤城山の周辺には、赤城神社と称する主要な神社が三社あり。 いずれを縁起式神明町の赤木神社とするかは見解が分かれている。赤木山山頂の赤木神社はその一つである。旧来は湖畔に湖を背にして祀られていた神社だが、1968年に現在地の小鳥が島に遷座した。この赤木神社がいつ創建されたものであるかは不詳。境内の安山岩星の宝塔には、王安五年の命がある。社殿では、 すじ天皇の時代に、豊木入彦の命が創建したとする。また、神社では大同元年に、地蔵岳中腹から、大沼の湖畔へ遷宮したという記録を有すると、しており、湖畔の地名、大洞はこの年号に由来するという。近世には、前市場史上の歴代の城主の数形を受けており、堺井家の時代には、社殿造営を5回行っている。もともとは、 赤城大沼と赤城山を祭祀していたもので、明治時代には赤城山周辺の商社を合し、現在は豊吉入彦の命、大国主名、徳川家康公など六柱を祭人としている。ひかみ若さぎ釣り明治時代から観光地として知られており、大正時代になると冬季スポーツの開催地として知られるようになった。ただしもっぱら登山客が訪れる山だった。 昭和初期には本格的な観光開発が始まり公共交通機関や道路が整備され手軽な観光地となった。春の新緑、秋の紅葉など四季を通じて観光客が集まる。関東近郊では自然に結氷する湖としては最も早い時期から氷が張ることで知られている。このため昭和初期までは祭標、製氷,氷が行われていたほか湖水を取水して 天然水として利用されていた。スケート地としても早くから知られていた。一年を通じて釣りを楽しむことができ、とりわけ陶器のひかみわか釣りは赤大沼の名物とされている。このほか夏季にはボート遊びなどが行われる。湖周辺は水なら、白樺、ブナなどの落葉紅葉樹林となっており、春の新緑、秋の紅葉が楽しめる。 6月中旬のレンゲツツジの見頃に合わせて、ツツジ祭りも行われる。毎年8月初旬には、赤城神社の霊夏お祭りに合わせて、赤城山夏祭りが開かれ、沼のに神に新鮮を献じ、日ごいを備える。霊祭のある週末には、古城で、花火大会などが行われる。このほか8月下旬には、マラソン大会、冬季には、若鷺釣りの祭りが催されている。 文芸古藩の滋賀直屋の石碑赤木山では、明治元年に古藩に定住を始めたという、井の谷旅館と青木旅館が知られている。南古藩の大洞にあった井の谷旅館は、関東の文人が赤木山を訪れる、際の宿所として知られており、1904年には、与謝野鉄幹、高村光太郎、1915年には、賀直屋が投宿している。 志賀直屋はこの時湖畔に山小屋を欲し、旅館の伊賀や国尾が、その建設を受け負った。志賀直屋はここで5月から9月まで夫妻で滞在し、小説、焚き火の構想を練ったという。K さんは、氷像から、奈良の厚い板を抱えてきた。4人は大きいもみの木に覆われた神社の暗い境内を、抜けていく。神楽堂の前を通るとき、K さんは、お札を売る人に、 お湯にお入りなさいと声をかけた。もみの太い幹と幹の間に、湖水の面が銀色に光って見えた。小舟は、岸の砂地へ半分引き上げてあった。昼の雨で溜まった水を、K さんがかき出す間、三人は黒く濡れた砂の上に立っていた。K さんは抱えてきた、厚い板を、船べりのいい位置に渡して、お乗りくださいと言った。妻から先へ乗せた。小舟は押し出された。 滋賀直や、焚き火、作品には、黒部山と鳥居峠に虹がかかる情景や、月明かりの下で小鳥がしまい船で渡る様子、岸辺の白川の植生、周辺の牧場開発の様子などが織り込まれている。夫妻のために湖畔に小屋を作る、K さんや、画家の S さんも登場する。小中の赤木神社には、焚き火の石碑も置かれ、焚き火の一節が刻まれている。一方、 北西岸の沼尻にあった青木旅館も文人の宿として知られており、志賀直哉は高村光太郎のほか、与佐野鉄館、与佐野明子夫妻が訪れている。特に、与佐野明子は赤木山を読んだ作品を残している。ウィンタースポーツ伊賀や国を、伊賀や千春富士赤木登山鉄道廃線後、猪谷陸号遊は後にスキーのプロとなり、特に山スキーを得意とした。 1929年には、井の谷の設計で、地蔵岳に建設された地蔵岳大ジャンプ台で、ノルウェーのスキー選手3名を招いて、日本初の国際スキージャンプ競技大会が開催されている。この大会の後、赤城山には、日本全国からスキーヤーが集まるようになった。翌1930年からは、明治大学のスケート部の合宿地となり、 スケートの地としても知られるようになった。関東近郊では自然に決氷する湖としては最も早い時期から決氷することでも知られている。国オスの長男、伊賀谷千春は幼少期より父からスキーの英才教育を受けて育ち、1956年コルチナダンペッツオ,オリンピックで日本人初の冬季オリンピックのメダリストとなった。現冬期の赤城山山山頂付近は 降水量が少ないものの、平均気温が氷点下になるため、ウィンタースポーツにとって上質とされるアスピリンスノーとなる。東京からは比較的アクセスも良いため、1970年代にはスキーリゾート地として賑わった。スキー場は3カ所整備され、特に地蔵岳の山頂から大沼、黒部山を観望しながら格好する 3km のコースは人気を博した。 しかし時代が変わると利用客も減り、ゲレンデは閉鎖、ロープウェイは1998年に廃止となった。その後、スキー場は、ゲレンデ1カ所が再開され、自称日本一小さいスキー場をと称して営業している。群馬県立赤木公園赤木公園ビジターセンター1935年、群馬県は、大沼一帯のご領地を、皇室から払い下げを受け、県有地と合わせて、 群馬県立赤城公園とした。1955年からは自動車用道路として有料道路赤城白樺ラインを整備、バスの運行が始まった。さらに赤城登山鉄道、地蔵岳山頂へは赤城山ロープウェイやリフトも建設され、山麓から湖畔、山頂を経て山麓への周回コースができた。1970年には県営の国民宿舎が開設、 1983年には赤城国体が開催され、馬術や自転車競技の開催地にもなった。自動車が通行可能な道路が湖畔を一周できるように整備されている。一周は約5キロメートルで平坦で、徒歩でも1時間半ほどで一周できる。また、湖畔には散策路が整備されており、湖水が少ない時期には水辺を歩くこともできる。 赤城大沼用水の水道出口第一円筒、分水口、ウィキメディアコモンズには赤城大沼用水に関するカテゴリーがあります。赤城大沼から自然に流出する川は北西端の沼尾川だけだが赤城山の外林山の下をうがって南斜面の白川へ導水する灌漑用水路がある。これを赤城大沼用水という広大な火山性の裾野を持つ赤城山の山麓では 河川は伏流水となってしまい、常に水不足に悩まされてきた。江戸時代には水をめぐって、村と村の葬儀が絶えなかった。反面、状態的に枯れ川の白川は、大雨の際の流下能力は小さく、集中豪雨などでは容易に氾濫した。1910年にも白川戦場地に洪水被害をもたらしていた。赤城沼から水を飲水するという構想は、 江戸時代末期からあり、赤城山南西山麓の原の里の名主、船津伝人兵に遡るという。その構造は大正時代に具現化し、1915年に木村予作によって溶水建設の申請が行われた。しかし当時は県知事による許可が得られなかった。その後、1935年にも白川の洪水が発生している。この事業は後に、 カバサワ・マサキチによって継承され、1941年に着工にこぎつけた。しかし、太平洋戦争の自極化のため建設資材の調達が滞こり、また山の下を通る全長約2200メートルの水道の工事も軟弱な地盤や湧水などにより、技術的に困難だった。トンネルが完成したのは1956年、用水路の竣工 通水は1957年となった。この用水のため、赤牛沼の湖水面は約2メートル水位を上げられた。そして、北西の沼尻に設けられた東志口から毎秒0.81トンの割合で、取水し、地蔵岳の北西の丘陵を水道で通り抜け、白川に導かれる。その後、白川に建設された取水口から水路を通って、南西六導かれ、 標高499メートル地点と標高450メートル地点に設けられた沿道分水口で四水系に分かれ約360ヘクタールの土地で考えに供されている。この用水整備によって工作地は大幅に増え水田が増加したほか一帯は従来の養蚕から牛豚を飼育する落農やほうれん草、キャベツ、里芋、 大根などの野菜栽培にシフトした。用水は完成から半世紀余りが経過し、老朽化が懸念されている。部分的には、石積みの放落や漏水もあるため、群馬県の事業として修繕や補修が行われている。取水口である加工瀬付近には、1978年に川沢正吉の検証費が設置された。JR 前橋駅からバス。 富士見温泉で乗り換えて赤木ビジターセンター下車。ありがとうございます。